もう分かってるやろな。俺は強いやつが好きや。俺に命令できんのは強いやつだけや。ああ。俺を登場界に戻したかったら俺に勝ってから命令せえや。やっぱりそうきたか。さあ始めようか、キリュウちゃん。こうやって向かい合うのも久々やな。せやけど手加減はなしやで。ああ、行くで。Hmm.
やっぱり、ケレちゃんはごっついの。これでほんまにお別れやな。ああ。寂しくなるな、キリュウちゃん。大吾のことを頼んだ。ねえ。ただ一つ気がかりなことがある。なんだ。もし六代目がおかしな方向に進んでも。俺には止めることはできへんで。どういう意味だ。大吾、いや六代目はあんたと同じで人を信じやすいところがある。変な連中に利用されなきゃええんやが。大丈夫だ、大吾はそんなバカな男じゃない。そろそろ俺は行く。登場会のこと頼んだぞ。えらいこと引き受けてしもうたな。しゃあない、真島五郎、いっちょやってるやないか。めんどくさ。せやけど桐生ちゃんとの約束やし、しゃあないな。